こんにちは、ウプ主の時はエクスプレスの代理の415系1500番台計538編成です。 EXP はエクスプレスと呼んでください。お願いします。今回は初めてソフトオクを使って名列車シリーズを投稿したいと思います。初めての名列車シリーズでお見苦しい点もあると思いますが、どうかよろしくお願いします。それでは本編をどうぞ。名列車で行こう。時は事変第1回。同じ車両に二度置き換えられた車両。改めましてこんにちは。このシリーズの案内人とウプ主の代理を務めます415系1500番台計538編成です。このシリーズでは常磐線に関連性のある話題を取り上げていこうと思っています。今回は勝田車両センターに昔所属していた電車のお話です。私だけで案内していてもつまらないと思うので、もう一人の案内人とゲストを呼びたいと思います。おーい、651系485系T18編成さん。皆さんどうも、はじめまして。フレッシュ日立号の代走運転も終了して臨時運転でのみ走っています、651系です。皆さんこんにちは。足利大富士祭り号で茨城に出張していた新潟車両センター所属の485系T18編成です。自己紹介が終わったので始めたいと思いますが、私では説明できない部分があると思うので485系T18編成さんに説明をお願いしたいと思います。485系T18編成さん、お願いします。わかりました。まず我々485系は皆さんご存知の通り、国鉄が製造した硬直流用法に対応した特急型電車です。485系の詳しい歴史は時間の都合上割愛します。すみません、今回取り上げるクハ481-332は1975年に東急車両で製造されました。そして1986年に勝田電車区に転属しました。常磐線で特急日立として651系がデビューした後も活躍していましたが、1997年にある車両が485系を置き換えるために製造されました。そのある車両ってのは E653 系でしょ、485系T18編成さん。その通り、クハ481-332は E653 系に置き換えられ廃車になるかと思われたが、新潟に転属してきたんだ。そこで同じく勝田から転属してきたモハ484-1083とモハ485-1083と共に活躍したんだ。さて、新潟に転属してきたクハ481-332だが、他の新潟のクハ車と違うところが2つあるんだ。どこかわかるかな？あ、シンボルマークがない。一つ正解、あと一つは？パッと見た感じは同じだけど。正解は右下にあるこの出っ張り。これの正体は特急日立号を14両編成で走らせていた時の全破線受けだったものなんだ。様々な特徴を持つクハ481-332、そんな彼らを置き換えるためにある車両が入ってくる。それは新潟に転属したといえば E653系、そう、 E653 系だ。しかしその E653 系は勝田時代の姿とは大きく変わっていた。この美味しそうなフルーツ牛乳のようなカラーに塗装が変わり、電気連結機が撤去されたこの車両が E653系1000番台だ。自分も勝田車両センターで会ったことがあるけど、本当に派手になったよね。 E653系が転属してくると485系T11、T14編成が廃車となり、2014年1月にクハ481-332を含む485系T17編成が廃車となり、
長野車両センターで解体された。そうなの。もう解体してしまったのか。でも T17 編成は幸せだったと思うぞ。なんて言ったって生きているうちに二度も最高の車両が後輩になったのだから、私も E653系を後輩に持つことができてとても幸せだよ。485系 T18 編成さん、私をそんな風に思ってくださっていたのですね。おお、E653系いたのか。あなたの帰りが遅いので心配になってきちゃいました。あ、415系1500番台さん、651系さん、お久しぶりです。久しぶり、しばらく見ないうちに変わったね、E653系ちゃん。はい、郡山で大きく改造しちゃいました。 E653系、あなたは先輩にも期待されてんだから、新潟のスターとして頑張りなさいよ。そして何かあったらいつでも相談に乗るよ。651系さん、はい、その時はお願いします。さて、それでは新潟に戻るか。 E653系、今日は楽しかったよ。415系1500番台さん、651系さん、こちらこそありがとうございました。それと今までお疲れ様でした。485系 T18 編成さん。おやおや、私が引退したことを知っていたのか。ありがとう。それじゃあみんなさようなら。485系 T18 編成という車両がいたことを忘れないでくれよな。じゃあ、あと常磐線を走ったクハ481、332先輩のことも忘れないでくださいね。それでは私も失礼します。さようなら。さようなら。485系 T18 編成さん、 E653系。 引退か。私も皆さんの心に残るような車両だったのかな。どうしたんです、415系1500番台 K538 編成さん。いや、なんでもないよ、651系。それなら、よかったです。ところで、先輩、次回は、どうします?まだ、決めてないんだ。ごめんよ。ということで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。名列車を初めて制作しましたが、皆様、いかがだったでしょうか?まだまだ、技術などが足りませんが、これからもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。